こんにちは、蝶梅です。今日はこの意味事っていうゲームをちょっとやってみます。始める。マウスは違った。<laughs> 始めよう。かわいいね、女の子。ホラーゲームみたいです。ジャンルがホラーってなってた。初見プレイです。注意。このゲームの内容、出来事は全てフィクションです。また、フィクションっていうのは嘘ってことね。 作りはなしってこと。また、おどかし、グロテスク、暴力表現、鬼ごっこ要素等が含まれます。鬼ごっこって楽しそうだね。苦手な方は、プレイをお控えいただけますようお願いします。だから、見る人も苦手な人は見ないで。まあ、見てほしいけど、私本音としては。<laughs> まあ、頑張ってみんなで見てよ。<laughs> 苦手な人も。私は好きなんだよね、ホラーゲームとか。だから、やりますよ。うん。 こういういゲーム好きなのホラーゲーム結構選択してるのあとかわいい系のやつとかねあーかわいい足音が聞こえるいつからか怖い夢を見るようにでも内容はほとんど覚えていない化け物がいて私を責めていた夢なんて目が覚めてれば怖くなくなる現実には化け物がついてるはずはないから ちょっと早いかも <laughs> ごめん私でもいつからか私読むのが遅いんだごめんなさいあなんか手が生えてるあ化け物に取りつかれてる感じ目を覚ましても化け物がいるようになった化け物が私に何かするわけた多分幻でもよし読めたぞあこれは自分でクリックするんだゆっくり読めばよかったわ <laughs> 夢なのか幻覚なのか今私が目覚めているからどうかさえ分からなくなりそうで怖くなった ごめん。なんか出だしからぶち壊してるわ。世界観を。でも、誰にも言えない。おかしいって思われる。言まれる。でもわかるよ。ただでさえ、え、のけものなのに、これ以上普通じゃなくなるなんて。普通じゃなくなるなんてってどういうことててて、んてててさん。誰かに起こされてるのかなてててさん。つばきさん。つばきさん。あなにこれ すっごいグラフィックがすごいね。綺麗じゃない綺麗だよね。すごいな。<laughs> んカリン。あ、その寝そうなんてなら。<laughs> 今のは夢か。お、安心したみたいだね。ああ、ご縁。最近寝てなくて。寝ない、ね、寝ないの変な夢見るから。うん。お勉強できたあ、学生さんかな うんできたできた。いつもありがとう。最近なんとなく本読めるようになった。椿さんのおかげ。神様のおかげ。神様っているのかなそうよかったね。ね、椿さん。神様っているよね、絶対。うーん。<laughs> これどうやって答えればいいんだ、本当ならい,い。いや、でもね、いるかもしれないし、いないかもしれない。わかんないんだよね、私も。いたとしても、必ずしも人にとって良いものかどうかは。 うーんでも自分に都合のいい神様はいないよね。だって思い通りにならないもん人生。<laughs> あっててそんなこと言っちゃだめよ。か神隠しされるよ。それに神様は私たちの願い事を叶えてくれるんだよ。とってもすごい存在だよ。だからそんなこと言っちゃだめ。願いが叶うってことはほとんどないよ、現実は。 <laughs> ごめんって落ち着いて。ね神様いるよねどうする神様いるよねって言ってきた子がいたら。なんて答えてあげるのがいいのかなうん、でも,もう、人に頼りすぎたりとか、神様に頼りすぎて自分が努力しない人間になったら嫌だしな。難しいよね。少し前まで人が突然いなくなる神隠しがいろいろな村で起こっていたみたいだけど、あそう怖いな。でも、うん、勉強したらいるかいないか、確実にわかるんじゃないそ、そうかな 勉強で分かるものなのなかでも生きてる間は分かんないよねやっぱり私もっと勉強してもっと大きい家に住むのお屋敷がいい村長さんの家みたいそういう,欲もう物欲があるんだ物欲って結構いいよねそう頑張れるっていう何かの目標があるって素晴らしいこともおすごいな足きれだね そろそろ帰らないと息子弟さんだっけ心配するそれに最近ツバさん具合良くないよね帰った方がそうあんまり寝てないって言ってたからねそうだね今日は家に帰るよごめんじゃあまたねバイバーイ <laughs> セーブをしたい足音が聞こえる大丈夫おどかし要素があるって言ったから突然何か出てくるとかないよね 操作できる、ま、だでききるまだないか今日は何もないといいけどいつも何かあるのか怖いなーセーブしたいあできたうわかわいいつばきじゃあ1にしとこう持ち物は何持ってないね最初システムあこれはいろいろ設定できるって感じだねなんか昔の設定なのかなこれ私今は外に出なくても 私初見プレイだからね、完全。お,おびっくりした。<laughs> ただの下駄箱でした。<laughs> 何か入ってるんじゃないこの辺とか。大丈夫だよね。ちょっと覚悟をして調べないとね、いきなり顔とか出てきたら怖いわ。なんかそういうのはありえそうじゃない突然。何これ帰ってないみたい。でも勝手に入るの。めっちゃ低いな。なんかでも、あれか、お茶とか、なんか作るところってこんな感じじゃないなんか。おぉ おぉビビった。この人霊感があるのかなあ、ゲモはもしかして。あ、なんか変なものが見えるんだ、この子。そう、何もしてない。勝手に消えるから。勝手に消えるんだ。怖いな。ここになんかいたよね。怖いな。鏡は。真実を映す鏡。 私ってかわいいね。この辺とかもなんか、あっあったやっぱり突然何か出てきた。てんてんてん。ほっとけばさっきみたいに消える。ほう、マジで。いや、見てみたけど消えないわ。<laughs> なんかアイテムかと思った。あなんだこれ服か。これは服ね。 多分ね、突然顔とかお化けとか出てきて脅かし要素があると思う。気をつけないとね。確保して調べないと。寝たら悪い夢見るんだよね。ちょっと寝てみるか。寝れるあれ、寝れない。じゃあどこ行こう出るか。おこれね、すっごいドキドキするわ。す驚いた。ディアか。あ、ディアさんが来てたのか。 えっと、お帰りなさい。最近帰り遅いね。かりんの家に行ってて勉強教えてたの。心配かけたならごめん。そう ?BGM も静かっていうかないよね。だから余計ちょっとおどかし要素がすごいのかもしれない。毎晩夢に出てくるものは化け物だけじゃなかった。 リ <laughs> アも出てきた <laughs>。リアさん人間なのかな夢の中で私はいつもこの子に。ほうほう。なんだこの音。あ、二人で最近寝不足だからうとうとするな。眠いの寝た方がいいと思うよ。いや、大丈夫だよ。そうは言うけど、この頃、 ますます具合が悪そうだよ薬飲んだ方がいいんじゃないの飲まないふーんだって薬はいやなんでもないえ、なになにすいえば最近村長見た見てないねそうだよねあの大きい屋敷の中にこもりっぱなしなのかな 村の人も誰も中に入れないから孤独死しても気づけないね。なんか、なんか可哀想なこと言うなよ。笑えない冗談だよ。そうだよ。笑えないよ。村の人たちは何もないのかな。なんとも思わないんじゃない自分たちさえ良ければ良いでしょう。そういう村なのか。なんかそれはそれで嫌だな。俺も別に好きじゃないし、どうでもいい。マジか。そう。まあでもそれが現実か。近所の人なんて別に気にならないよね。どうでもいいよね。 うん、近所のことの心配したことないわでも田舎のばあちゃんちだったらそういうのあるけどねいろいろ心配したりとかもう寝るね具合悪そうだし早く寝た方がいいと思うよ最近の現代はないな、まあんまもう少し経ったらお部屋に戻るよおやすみこたつで眠らないでね風邪ひくからあこれこたつなんだ私こたつでよく寝るなおやすみなさい母さん お母さんと息子かあ、あ、そう、書いてあったわ。あの、リードミーに。そういうことか。お母さんと息子って確かね、リードミーの説明書に書いてあったわ。<laughs> 実は、ちょっと恋人かと思ってたわ。<laughs> 違った。お母さんか。うん。まあでも、お母さん綺麗だよね、椿さん。この関係を続けてもじゃ、え、そういう関係。<laughs> ちょっと待って、もう一回説明書を読もう。<laughs> あまり見てなかった。あの、実況のね、 注意事項だけはよ読んだよ。母親はてな。あの、実況の注意事項はちゃんと読まないとね、大切だから。お前が母親それ以外はちょっとネタバレとかあったら嫌だからね、初見プレイを心がけたいからあんまり読んでないんだよね、内容とか。ああ,あもううるさい、うるさい。あ音も聞こえてくるのね。あ,あもううるさい、うるさい。大丈夫見てる人は。モスキー音みたいなのが聞こえてるけど。うん。 もう許してよ。許してよ。これ、でもこの音で悩まされるの嫌だな。<laughs> 毎日毎日 <laughs>。うーん。音は嫌だね。まだ目に見える方がいいわ。閉じとけばいいから。耳はダメだわ。耳栓しても脳に伝えてかけてくるんでしょ。怖いな。危ない、こたつで寝ちゃうところだった。自分の部屋に戻ろうかな。一応ね、セーブは常にしとかないとさ、あの、 なんて言うんだろうゲームオーバー要素があるみたいだから。じゃあ、これ何キノコ違った。<laughs> 花だった。う <laughs> 黒猫闘牛なんか牛と猫が混ざったような感じがするんだけど。<laughs> 気のせい、気のせい、ちょっと気のせいかいや、私も見えたけどな。<laughs> ちょっと逃げろ、逃げろ。ああ、早っ、逃げるの。いやー、今のはあまりびっくりしなかったぞ、多分。 よし、寝よう。あれ、寝られない。ちょっとね、何か映るから覚悟をしよう。多分ここはなんか後で消えるとか言ってたよね。あ、消えてない。お前関係ないのか。この辺も。どこ調べるんだろう。うん。あ、なんかね、親切にね、なんかヒントとかもあったんだけど、ちょっと初見プレイでやりたいからね、詰んだっていうか、 探してもなかなか見つからないときだけちょっとヒントを見よっかなと思ってる。なんかすごく親切にね、あのヒントが入ってたの。うん、これは出る出てもいいんだ。消えた。あ、正解だったの。あー、もう嫌だ。一回部屋に逃げただけだよね。今日はもう布団に入って寝よう。はい、寝ましょう。今日はもう寝よう。うん、寝よう寝よう。どうなる どうしてどうして言うことを聞いてくれないのどうしたら分かってくれるのこんなに思ってるのに何生き量かな違うなんだろうじゃあ君はどうして生き量ほど怖いものはないよな。私に憎いことをするのあ夢か。また怖い夢を見てるのか。そうしなければいけないから。 そしてそれはきっと。うっ。今夜は。なになぎあ。これは夢の世界か違うわ。起きてるんだ、途中で。何か床が冷たい。怖家の布団じゃない。ワープした 夢の世界か何ここ牢獄じゃないか多分夢の世界なんだろうなこれ胸がいややめとこう牢屋あ牢屋にワープしたホテナここはどこ 夢か幻覚かそうじゃないなら無遊病そろそろ頭がおかしくなっちゃった何とかして出られないかなあ、そういえば、あ、音楽は始まった。脱出ゲームって言ってたね。では、今回はここで終わります。今回プロローグ的なこと感じて、あ、つぼも壊せるね。次回からなんか実際に脱出していくみたいだね。はい。では、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。 じゃあね、バイバイ、すごい楽しみだね。うん。ちょっとのんびりやっていきます。失礼します。